次行きましょう。はい、こちらはですね、ラジオネームミーヤさんからいただきました。ありがとうございます。ドエムノさん、ドエスキさん、はい、こんにちは。こんにちは。僕は心当たりがないので、ドエムノさん、誰のことか、ドエムノさん、誰のことかよく分かんないな。ドエムノさん、やめろって、エムノは。ドマエノさん、やめろって、何ですか。皆さんのそそられる香りは何ですか。ちなみに私はシャンプーの香りです。ああ、香りか。匂いだね。匂いか。俺香水ダメだからさ、本当こういうナチュラルな匂い好き。あ、ダメなんだ。俺全然ダメ。俺めっちゃ香水好きだけどな。俺はね、本当に鼻がもげるかと思うぐらい、ね。それ相当きついのかいたんじゃないの。いや、そうじゃなくて、なんかね、苦手なんだよ、ね。ダメなんだ。人工的な匂いがね、俺ダメみたい。あのね、これ本当にそうなんだけど、あの匂いってさ、好みすごい分かる。分かる。分かれる。特にさ、あの。まあ、これもさ、まあ、原始的な話になるけどさ、香り的にこの子の匂いって好きだなって思う子ってさ、すごく相性良かったりしない？するね。なあるよね、やっぱそういうのって、匂いって合う匂い合わない匂いみたいなのって絶対あるからさ、なんか俺その子の匂いが好きなのよ、なるほどね。だからなんだろう、その女の子の匂いが好きです、あ、そそられる香り、俺そそられる香りはそう。そうか、俺はね、自分家の玄関開けた時の匂いが好きからそそられるな。ああ帰ってきたって、ああ帰ってきたみたいな感じ、そそられるね。ああ、もうなんかやだ、もうなんかすげえ一瞬でいいのに自分家のことを思い出した。いいだろ、自分家の匂いって落ち着くだろ。でもいや、落ち着くか、結果的には落ち着かないの。俺あんま好きじゃないんだよ。俺、ああうちの匂いだなのか、割と好きだよ。なんかね、うちの匂いっていう風に感じるのが俺あんま好きじゃないんだよ。なんでそうなんだ。じゃなくって、なんかもうちょっとすっきりした匂いが欲しいって思う。へえ。だからなんかさっぱりした感じであった、あってほしいみたいな感じで、多分家にあるんだよね。なるほどね。だから自分の匂いが充満しててちょっと落ち着く感っていうのも一つあるとは思うんだけど、俺それもありつつ、だから多分家でも、仕事したりとか作業特にするっていうこともあって、で制作したりもするっていうのもあるから、ある意味仕事場の一環みたいなね、空気みたいなのも取っておいてほしいみたいな感じで、さっぱりしといた空気も欲しいって思っちゃうからね。個人事業主だからね、そういうところもあるからね。自宅も会社みたいなところありますからね。そうですからね、事務所兼ってところもありますから。事務所とか俺制作場だからね、そんなもありますけどね。そうか、でも女の子の匂いはいいよな。でも女の子の匂いはいい、いいね。まあ、やっぱまあ言ってるけど、シャンプーの匂いとかね、トリートメントの匂いとかも。そうだね、俺一時期マシェリの匂いがすげえ好きだった。ああそうなんだ。すげえあの匂い好きでね、それつけてる子みんな好きになりそうだと思う。ああでも分かる。本当分かるな。すげえ単純だけど、みんな好きになりそうだった。分かるよね、でも好きな人がそういうのつけてると、本当そういうのはあるね。さあお次行きましょうか。ありがとうございます。はいはい。